来た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 、もう溢れ返ってんで俺のエネルギーは。あ、こっから、こっからガール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 、あ、こっからか。じゃあちょっと一個黒目にして、瞳の色は常に、いや黒か、いや茶色、オッケー。さあ行くぞ。来た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 、まず早くクリアしすぎてサーバーから弾かれ、そして次は通信エラー、そしてこの正直の3回目、俺のチームは青、ローラー2人、完璧、嘘でーす、1人でした。さあ、今回僕はローラーという武器を使っていきますが、これが強いんだ。まあまだね、まだみんな慣れてないっていうのが前提にあるんで、この武器とにかく強くて安定して活躍することができる。そもそも狙わなくていいっていうのが地味に大きい武器です。とりあえず移動はサクッとやって、ローラーが俺1人しかいないからこっそり塗っていくのが良さそうかな。味方に敵を倒させて、俺はこういう路地をねこっそりと塗っていくのがいいんじゃないですか。もちろん倒しに行くけどね。敵の陣地もフルチャージきた。ここに置いたらヤバいんじゃね。リスキルっぽいけど、おらー知るかいいっすね。塗ってきましょう、塗ってきましょう。あ、やばいやばい、イエーうめえ。俺イカモードになってたのに、やられましたね。ちょっと天柱みたいな、リスキルは NG みたいな。オッケー、飛んでこう。おい、登場です。ちょっと待って、ここな、ここやばい、あ、やばい、こいつ倒さないとやべえぞ、こいつ、せめて、倒したか、倒してなかったらやばいよ、倒してるっぽいな、進もう進もう、ソロとやばいぞ、撃たれるぞ、餌食になる、引き殺せ、ほら、よっしゃ、いいぞ、ちょっとここまで攻めるとな、もうほとんどリスチ、やばい、やばいやばいやばい、やばい、引かれるのはまずいから、一回引きましょう、こっちも、ギエーちょっと近すぎたな、ちょっと離れたとこで戦うのがいいかもしんない。味方が近いとこにいねえな、これ結構やられちゃうぞ。ちょっとこっちはライン上げよう、塗られてっちゃうから、やべ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 、どうしようかな、どっちから行こうかな、いる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 、うーぼー、よし逃げろ逃げろ逃げろ、あそこチャージャーに見られてるから、やっべやべえな、攻めずれから、とりあえず攻めるふりして攻めないみたいな。よっしゃ、これが、このスプラトゥーン名物、ローラーで、相打ち、ローラー相打ち。これはかなり、見どころレベル高いですよ。何回も見た光景みたいな。うい、登場、バーン、あそこにローラーいますね。ちょっと怖いな。ここから回り込んで、うい、こらっしょ、ダメだよ、ダメダメ。よしよしよし、塗ってくぞ。塗った方が活躍しますからね。倒すのがメインじゃない。塗るのがメインだから。やばい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 。痛い痛いな、くっそー、足元塗られちまった。やられた。やばいやばいやばい。ライン上げなきゃ、ライン上げなきゃ。結構半分、結構いい勝負してるな。急げ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 。中央陣地は制覇しないとまずい。こっち行くぞ、こっち。後ろがボンボン、君もボン、君もボン、よし。まあまあ、まあまあいいでしょ。これ結構でも塗られてるぞ。やばいやばいやばい。塗れ塗れ塗れ。時間がない、時間が。時間がないぞ。飛べ飛べ飛べ、イエーイ。真ん中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 、大事真ん中大事、マジで大事。ちょっと戦ってる場合じゃねえな。とりあえず塗ろう塗ろう塗ろう塗る、少しでも塗る少しでも塗る。ポイントどうだろう、あ、微妙、うわ微妙。勝ったかな、勝ってほしい、勝とう、勝った、よし、勝った、気持ちでは勝ってる、よし、いいね。あ、意外と圧勝だった、意外とかっちり勝ってるね。やりましたね。さあ、おー、すげー、若葉シューターでぶち切り1位を取られていく。8キル。さあ、武器変更していきましょう。来た。来たぞ。さあ、今回も箱フグ倉庫。ここ、舞台はここ、箱フグ倉庫でやっていきますが、俺の武器は、今回若葉シューターという、武器ですね。相手は、ローラーなしか。結構これ、打ち合いになるかもしれん。とりあえず、味方の塗ってるところはサクッと進んじゃって。塗れ塗れ塗れ、いけいけいけ、進もう進もう。ここは意外と正面から勝ち合うケースが多い気がするね。とりあえず塗ってこう。やばい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 、待って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 、オッケー、倒した。チャージャーが2人か。チャージャー貯められるとね、結構強いからね。ここだと結構チャージャー強い気がする。ちょっと待って、やばい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 、エイム勝負になっちまう。オッケー、とりあえず投げとけ。あー、ちょっとインクがない、インクないから貯める。ビューオッケー、いいよ、ライン上げていきます。
上がれ上がれ上がれ。え、なんかなんで硬いのそんなに。あ、バリアバリアバリアを裾分けして、いけ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 、バリアいけ。じゃあ近い近い近い、俺も倒す、倒してるだろこれ。一回引く、一回先生引いて回復しつつ、あそこで定点打ちしてる。うわー、くそ、ダメだ、1エネルギーにやられた。でも結構押し込んでる、結構押し込んでる。そこまで押し込めば、あの近すぎず引かす、引きすぎずで戦っていけば、そこのそこ戦っていけそう。ここのラインは絶対維持しよう。ここのライン、 ここから交代させられちゃうとマジでやばい。ボムやばい、ボムやばい、俺もボム投げるぞ。ピューン、やばいやばいやばい、上に投げていかないとやべえな。何この牽制の試合、インク不足、やべやべ、くそ、調子乗んなよ、近づきすぎたらやられちまう。うわ、うめえ今の。ゲーモンさんのスプラチャージマジでうまかったな今。やばい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 、先制押されてる、先制押されてる、くそ、やべ。オッケーオッケー、足取って足取ってる、よしよしよし、足取るのも大事だね。やばいやばい、くそ、危ねえ、塗ってけ塗ってけ、よし、オッケー、敵は取った、塗ってこ塗ってこ塗って、ちょ、フルチャージフルチャージ、味方が出てきてくれば、やばい、なんか無限投げしてるやつがいる、無限投げしてるやつがいる、早く来てくれ、オッケー、バリア分けるぞ、バリア分ける、よしよし、いいぞ。てかこのラインはやばいんじゃ、でも俺今無敵だから倒しちゃった、やったぜ、いい調子いい調子だぞ。あ、ナイスナイスナイスです、ナイスです、誰かがナイス。ここまで攻めなくていいんだよ、ここまで来るとリスキル近すぎちゃって。あ、でもここまで攻めると逆に有利か、近くにいるか、もしかして敵いなそうか、高いとこにいる、やばいな、いいいいいい、ライン上げさせなきゃいいんだから、ライン上げさせなきゃいい、別に無理して攻めする、さあナイスバリア、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 ここきっちり塗っていければ勝てる、倒すのが目的のゲームじゃねえな、そこが重要。ボム投げたことは、いいぞいいぞいいぞ、インクが不足してる、不足ってなんだ、わあ勝ったろ、これはいいんじゃないの、勝ったんじゃない、えい、素晴らしい、圧勝じゃないか。まあ相手チームにローラがいなか、一人もいなかったのが一つでかいかもしれんが、素晴らしい、ああやった、1位いただきやした。いやー、いい勝負でしたね、いや楽しかったな。というわけでスプラトゥーン後編、ここで、終わりたいと思います。ここでご視聴ありがとうございました。また発売日以降にお会いしましょう。それでは。